北部ノールランド高所裁判所とは、スウェーデンのベステルボッテン県とノールボッテン県の全域を担当する高等裁判所である。高所裁判所の建物は、梅尾にあり、町で最も古い建物の一つである。梅尾の町は1888年の大火で、大半が破壊されたので、それ以前に建てられた石造りの建物で現存するものは少ない。北部ノールランド高所裁判所が、 グスタフ個性によって設置されたのは1936年12月16日である。設置の理由はストックホルムのスベア構想裁判所の業務削減である。現在の構想裁判所の所長は2012年に就任したマーガリエッタ・バリストロームである。前任者はアンダーシュ・イアスバイウスだった。構想裁判所の所長は管理部門と裁判部門の両方を統括し、 順番に業務を行う。裁判所の建物は1886から1887年に建てられたネオルネッサンス建築の建物であり、設計者はヨアン・ノルドクイストである。建物は完成後数年は国民学校の教師の教習所として使われた。建物には校長の住居や教室、行動や体育館があり、建物の周りには小さな公園があった。 1920年代になると教習所ではなく、図書館や博物館を備えた市民センターとして使われるようになり、大行動は劇場やコンサートホールとして使われた。建物は1950年代に東西に増築され、後に建物の内部も改築された。その後も改築は何度か行われ、最近の改築は1999年だった。 abcd グーグル翻訳 abcd ホフラティンズティルコムストーヒストリアホフラトン fr アブラノーロンド2013年1月12日閲覧バーンボーリンダマルガレーテバーストラム ny ハベラツプレザデントインフォートログジュリディック2014年4月9日閲覧オーガナズシャンスプランホフラトン fr アブラノーロンド2013年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ2014年4月9日閲覧ありがとうございます